リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡わらわが受け継ごうぞ。わらわはイカズチの賢者。見よ、これが賢者の力だ。リンク、手をこちらに。イカズチの賢者、ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪でわらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっとそなたに恩を返せそうだな。では町に戻るとするか。町はこれで一安心だが、すまない。ゼルダ姫らしき人物の消息は未だつかめていないのだ、リンク。サジンやギブドの脅威がなくなったとはいえ、わらわは町が落ち着くまでは今しばらくここを離れられぬ。だがゼルダに関しては責任を持って探すゆえ、ここは我らに任せてくれ、そなたとは賢者の力で共にある。全力を尽くすと約束しよう。イカズチの賢者ルージュとの盟約、呼び出したり戻したりすることができるよ。それじゃあエピローグオブゲルド行きましょうか。僕は嬉しいね。おい見て、大所帯。先ほどお邪魔しましたピラミッドのすぐそばに、見てください、湯だった祠があるんですよ。辺境の地だぜ。おや、あっこにもある。2つ、どうしよう。厚さガードがあと50秒で切れるんですが、どうにかなりませんか。ん、誰かいるわけではないのか。なんだこれ、油壺と騎士の剣。誰かがいた跡がある。こんな砂漠に、なに処刑場跡。流砂だ、流れてる。
たどり着けないってこと？祠に。うわ、やば。待てよ。こうして、こうするんだ。あー、いいよ、いいよ、いいよ。リンク、アグレッシブよ。よし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 。このアーチから、チューリ君の力を借りて、どこまでいけるかって、まあ、ここが限界よね。あっ、あっ、ぶっ、うむ。板が流れ出てる。ものすごいシュールな光景。誰が流してるの？こっちに移動できないか。ジャンプしながらね。これさ、沈むわけじゃないからね。あ、熱さも切れた。時間との勝負だ。はい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 。なんか時岡リンク君思い出したわ。今のイラサクの祠。あ、久しぶりだな。祝福の光。3つ目。おやおやおや、あれ玉ざらしレースじゃないか。カモメが上空、カモメが漂ってます。これってさ、何かある兆しなんだよ。なんだよ、カモメがたくさん集まってるところって何かがあるんですよ。イカか、タマちゃんか、ホコラか、それとも全部か。ボコちゃんだった。足並み揃えてお肉食べてるわ。カラハダギの、カラハダギの、か、うんずれ。カラハダギの祠にやってきました。漂う炎。お、炎を扱うんですか？松明ね、持ってます。自前松明。これを、たゆたわせる。かわいい炎。ん？あ、ここ？すでに着火している松明を、これひっつけたわけじゃないんだけどな。漂う炎でした。あれ、持っといた方がいいかな。まあ、松明あるし大丈夫か。スイッチ。おお、そんな動力どこから？なるほど。あれ？右に行くには不便しない。が、炎だよな。ああ、あれか。三連炎？どうしようかしら。こちら、ひんやりメロン5個ぐらいを落とします。お、いいね！いいね！ひんやりメロン5個分かな？リンク君の体重は。あらら。なるほど。この台座が下がっている時に、あの炎の切っ先が飛び出ている。なので、ちなみに、ひんやりメロン1個、4つ。じゃあ3つか？ 3 つ？リンク君、ひんやりメロン3つと同じ体重？まさか。え？ああ !1 個？ここからなら炎って届くんだろうか。いやー、ギリギリだなー。これクレイジーハンド。一旦、あそこ見てください。ひんやりスイカの仕掛けを作っておきました。これをね、弓矢でうまいこと。あ、もうちょっと。こっち。くそ！あれをどうにか！バスケがしたいですじゃないから！弾バウンドさせたような乾いた音しやがって。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。質量あるわ。この弓矢。あん！もうちょっとだよ。押せ押せ、頑張れ、頑張れ。ああ。いけいけ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。あと一押しなはずだよ。頼むよ。よっしゃ！オーケー、オーケー、オーケー！下がった。ここで、松明くん、ポーチから出す。この隙間から落ちないでよ。こっからは賭けじゃな。届くか、どうかって瀬戸際なんすよ。まず1本灯すでしょ？で、2本目を灯すでしょ？で、3本目どうすんだよ！いけるか？頑張れ！頑張れ！届いてる感じするよ。よーし、わかったわかったわかった。長槍装備しました。あ、危ない。インク君、つま先出し。これでどうかな。届いた。おそらくあの剣は返ってこない。ああ、まあいいや。祝福の怒り4つ目。
ここのそばって熱くねえのかな。熱くないんだったら今のうちに、あれ、なんか玉ざらしフェスティバルみたいな、あそこだ、多分開催されてるんじゃないの。ブレワイの時そうだったんだけど、ここソリがあるぜ。南オアシス、あ、訓練所なの。いいコンディションだ。サボった。ソープさん、話は聞いているよ。町の兵と共に戦ってくれたボーイだろ。ここはゲルド兵訓練場。体力、気力、知力の全てを駆使して砂漠を横断する過酷な訓練。砂漠ラリーのスタート地点だ。砂漠を自力で走り抜けるのは困難。使えるものは何でも使え。いや、いびつだけど、なんとか走り、あー、ソープさん、ゴリゴリ充電減ってたのは今ので分かった。なので、こいつ、使って、操作して、ここくぐり抜けたらスタートでしょ。3分30秒。まあね、スピードはね、そこそこぼちぼち。だから、まあ2分ぐらいでいけるんじゃないかなと思うんですが、ひんやりメロン。道中取れない、危ない。取ろうとしたら、落ちてましたよ、今。タマちゃんがいます。いやー、これでも充電ギリギリじゃない？ものすごいスピードで減っているように見える。で、こっから自前。なんで、おい、嘘だろ？ちょっと待って、これぐらいはどうにかしようよ。これぐらいはどうにかしようよ。マジか。暑さ対策どうにかしないとな。というわけで、防具が売ってあるところはここだろ？ね、服のマークありますしね。あら？閉まってんの？そんなバカな。昼の12時だぞ。何を揉めてんだろうね。え？揉めてんの？下？もういいか。なんか喧嘩されてるのかな？知らないわね。大きな像が。大きな像が向かい合ってる場所なんだけど。砂漠巡りとかするお客さんからそんな場所の話聞いたことない？砂漠に像や遺跡はたくさんあるし、天変地異で景色も変わったしね。それだけの情報じゃ場所の特定は難しいかな。印をつけてもらった地図は風で飛ばされちゃって、砂漠の東の方だったことと大きな像が向かい合ってる遺跡ってことは確かなんだけど、砂漠の東？東の方といっても砂漠は広いしね。あ、お客さんかな？フラジーさん。悪いけど仕事に戻らなきゃ。砂ざらしならいつでも勝つから、カプツカプツカプツ。私を遺跡へ連れてって。ああ、そうだ。祝福の光4つ集まってたんだけど、女神様の位置変わってないかな？ここだったはずなんだけど。あらら。女神様、地下に潜った説か。地下街。あ、あるわ。これ15個目かな。発見。沈黙した象の谷。何ここ？ゲルドの地下街のま、すぐそば。誰でも入ってこれるぜ、こんなところ。ありゃ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 ？え、ダンジョンみたいになってんの？ああ！ゆっくり、あ、危ない。足くじくところだったぜ。向こう岸に行かなきゃいけないのかな？めちゃくちゃ物は流れている。で、賢者が、使用可能なので、でもこれすごいスタミナ取られるよ。あれ、敵か？いや、壺だ。これ登って、あっちかな？向こうがゴールではない。あそこの、橋が。チューリ君。ああ、助かる。ここから登っていけるみたいですよ。はしご。40羅生門。光を当てなきゃいけないっぽい。え？こんなところに？奥、何かあるか？うわっ！光だ！やれるか？こんな地下街で？地下街の地下で？爆弾？崩落するぜ。まだ行く。もう一丁。よし。これでまあ、光源、明るいね。トカゲもいます。それだけは分かった。鏡がねえとな。うわー、助かる、あったー。これを探してたんすよ。鏡。
で、こいつぐらいは照らせんのかなと思いけり、はい、まずは一つ、なんかスイッチになっていますね。一旦これ置いてスイッチ踏んでみよう。何が起こるの一体。はい、のっ、いや、なんか出てきたはいいけど埋もれてる。え、プロペラ、プロペラが出てきましたよ。こんにちは。おお、さらに鏡とな。でも2個あるっていうのはありがたいぜ。はい、これで多分ここね、こう設置してやって、で、あとは、あ、来た、もうちょっと頑張れ。よし、はい、とりあえずこれで2、あ、しょうがない、もうここで終わってくるような。あ、ああ、ああ、宝箱だけど、おい、ずやだな、倒すのな。何出してきてんの、ピュッピュッピュッ。あー、よっしゃ、よっしゃ、一発で倒せました。木の矢はありがてえ、束でくれるぜ。ん、そこにも落ちてる。あ、いや、あれ弓か。で、これも弓だ。エレキライクの尿管結石。さあ、宝箱、なんだろう、しょっぱ。ちょっと待ってくれよ、宝箱、トパーズの宝箱がある部屋なんて冗談あります？こっから通れルーフで、出た先が地上がパラダイスになって、うわー、あーあ、帰ろう。いや、あ、もうクロスか、力士。さっさの身もそろぼちつきます。ここだね。あ、もうほんとこれ無理。あと一発ぐらいだと。やった、冷静冷静。いいですよ。で、ここソニックブームたけし殺しに来てる角度。頑張った頑張った、今日頑張った。何重リセットした、わからん、現場ではもうわからんのじゃ。それじゃあね、バイバイね。